愛文庫朗読ポッド、何回かに分けてお送りしてきましたけれども、今回は、中野スイートレーンで行われたゲロキョでナイトというライブパフォーマンスの模様から、お送りします。これが最後となります。第1部第2部第3部と、サードステージまでやったんですけれども、今日はそのサードステージの模様を抜粋でお送りしたいと思います。ジャムセッションですね、来てくれたお客さんとか、現代朗読協会のゼミ生とかが飛び入りで朗読をしています。どんな模様になっているかお楽しみください。私が子供だった自分、私の家は山のふもとの小さな村にありました。私の家では提灯やろうそくを売っておりました。ある晩のこと、一人の牛飼いが私の家で提灯とろうそくを買いました。坊や、すまないがろうそくに火を灯してくれと牛飼いが私に言いました。私はまだマッチを吸ったことがありませんでした。青い瞳は動かなかった。今は動いているかも。痛々しくて美しい。
美しかった。私は今はここにいる黄色い光栄に、あれからどうなったのか知らないや、あの時はああして過ぎつつあった。青い吹きバス、カンバーゼロ、AUG、フランク24、フランク、15、フローム、フランク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 、HA1、レード、ありがとうございました。